あの人の現在。葉月リオナ、現在の夫は大東建託社長。また今の衝撃姿も明らかに。ミステリアスな雰囲気を持ち、多くの共演者と噂になったことで魔性の女とも呼ばれた女優の葉月リオナさん。他にはない美しさで、男性だけでなく女性からも多くの支持があった女優さんでした。最近はあまり女優活動をしていないようですが、現在はどうしているのでしょう。夫は大東建託社長。真田さんとの不倫問題後も、葉月さんは現在メジャーリーグで活躍するイチロー選手と噂になりました。2人はロサンゼルスで密会していたと言われましたが、二人きりで会ったわけではないと記者会見まで開いて交際を否定していました。また1998年にハワイ在住の寿司職人と電撃結婚した葉月さん。お相手の寿司職人は有名人ではなく一般人で、日本人と中国人のハーフ、国籍はアメリカだったそうです。出会って数日で葉月さんからプロポーズしたと言われます。ところが破局、わずか2ヶ月でスピード離婚。そんな葉月さんは2004年に2度目の結婚をします。お相手は一般男性ということで、名前や職業など詳しくは分かりませんが、不動産会社を経営する父親を持つ御曹司だと言われます。大東建託の御曹司ではないかと言われましたが、確かな情報はないようです。同年には女の子を出産し、都内の豪邸でセレブ生活を送っていると言われていました。現在の姿、大会社の御曹司と結婚し、幸せなセレブ生活を送っているとされていた葉月さんですが、2015年に再び離婚します。しかも娘さんが12歳の頃、葉月さんは娘さんを残し新しい恋人のもとへ行ってしまったとか。魔性の女は相変わらずのようですね。今回のお相手は葉月さんより6歳年上のジュエリーを販売する会社社長だそうです。年商5億とも言われています。こちらもかなりセレブな方のようです。葉月さんはこの男性と入籍するつもりのようですが、娘さんの親権は夫にあるため、前の夫の家にも時々通っているそうです。現在も頻繁ではありませんが、女優としての活動も続けている葉月さん。また私生活も順調のようです。そのうち現在の恋人と結婚されるのかもしれません。最近は痩せすぎで心配の声も上がっていますが、美しさは相変わらずのようです。今後は女優活動にももっと力を入れて活躍してほしいですね。